今回ですね、年始から始める顔のセルフケアということでですね、お伝えしていきたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンジです。今回も老化予防のアイデアとか健康に関するヒントをあなたにお届けしたいと思います。はい、今日もですね、お届けしていきたいと思うんですけど、今日はですね、顔のセルフケアというかですね、お顔のケアですね。まあ年始からせっかくなんでね、新しい年になったんで、まあセルフケアをしていきたいなという方はですね、ぜひこれをやってほしいと思うんですけども、僕もですね、最近これもですね、やり始めたんですね。で、今まではですね、週1回とか週2回とかやったんですけど、ちょっとまめにですね、このお正月期間はですね、ちょっと毎日やろうと思って、今日はですね、あなたにお届けしたい同じようにものをやってほしいと思うんですけど、実はですね、この僕のところにね、お店来ていただいている方には一回というか、まあ、説明したこともあるんですけど、こういうですね、100均とかに売ってる、こういう顔のフェイスペーパーというんでしょうか、このやつをですね、200枚入りかなんか売ってるんですよ。で、それをですね、こうつけて、この顔のセルフケアっていうのをやっていきたいと思うんですけども、これもですね、使い方としてはですね、このいつも使っている炭酸生態スプレーの、このホワイト。白バージョンを使ってやっていきたいと思います。で、これもですね、かけるだけでいけば結構です。っていうのはですね、今まで筋肉をアプローチしたり、骨をアプローチしたり、リンパをアプローチしたりとか、いろんな方法をお伝えしたんですけど、今日はですね、もうかけてちょっと5分放置っていうやつですね。それをやるだけでですね、あなたのお肌の方の、質が上がっていきます。っていうのは実はですね、僕もですね、結構中学生の時にこうニキビ肌でですね、結構ブツブツであったりとか、こう赤みがあったんですけども、この動画を撮り始めたのが、1年半ぐらい前からやるんですけども、どんどんですね、やっぱ顔のお肌がですね、どんどんツルツルになってきてですね、あともこう分からにくくなってきてるんですよ。結構僕動画撮るのがね、コンプレックスだったんです、昔。だからなんかね、嫌やなと思いながら、別にメイクなんかすることもできないですし、自分のそのお肌がね、こう良くないっていうか、こうボコボコブツ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 できても、あんまり見た目も良くないから、僕も結構コンプレックスだったんですけども、どんどんやっぱやることによって自分のその顔が綺麗になっていくっていうのもあなたにお伝えできたらいいなと思ってちょっと頑張ってやってるんですけども、どんどんですね、やっぱりお肌って綺麗になるんですね。で、それも自分がその、ね、念じるというかですね、こう綺麗になってきたとかなるんだみたいな感じですね、うわなってきた、うわツルツルなってきたとか言いながら、自分のそのいわゆるよく言われる潜在意識っていうんですか、そういうものを使いながらこうやっていくわけなんです。そしたらですね、どんどんこうね、自分のお肌が綺麗になって、こうやっぱりこうシュッとしてくるわけなんですね。若返ってくるわけなんですね。それをちょっと今日はやっていきたいと思うんですけども、まずですね、やり方としては至ってシンプルなんですね。で、これ僕お風呂上がりにした、お風呂上がりの状態で僕はやるんですけど、まずこれを顔にね、1周かけます。はい、1周かけてピタッと置きます。で、ピタッと置いたらこうひっつくじゃないですか。ひっつきますよね。はい、まあ、その前にこう顔にピタピタってこうなじませてもらって結構なんですけども、もう一回やりましょう。こうかけた後になじませて、もう一回いきましょう。こうやってなじませます。ピタピタっとなじませて、あんまりベタベタってなじませるよりも手についちゃうんで、こういう感じでピタッと貼ります。はい、ピタッと貼ります。はい、僕はこっからですね、いいのか悪いのか分かんないですけど、自分のやり方としてはこの上からさらにですね、1周かけてピタピタとします。で、ちょっとこれでですね、顔こう仰向けで寝た状態になるんですけども、これでもまだしっくりきゃなかったら、もう1周、ね、かけてあげるって感じですね。はい、ちょっと今日立ってやってるんでちょっとね、取れちゃうんですけど、まあこういう感じですね。仰向けで寝ます。かなりいい感じですね。こういう感じですね。はい、なじませてあげるっていうことで、これで5分間放置ですね。これ5分っていうのは目安なんですけども、僕がですね、やってる中でですね、5分ぐらいだとこのね、これが結構乾いてくるんですよ。乾いてきて、状態がですね、乾いてきたらもう外してあげる。外してあげた後にもう一回ちょっとケアをするんですけど、これをちょっと後で、これを説明してからね、やっていきたいと思うんですけど、こういう感じでね、はい、なじませてください。で、これをすることによってですね、今この、炭酸生態スプレーのその毛細、炭酸が入ってですね、いわば毛細血管を拡張させてる間に、いわばこの成分、プラセンタという万能栄養素が入っている成分なんですね。あとビタミン C 誘導体、あとヒアロン酸も入ってるんで、そのお肌のその回復力、お肌のですね、その日焼けした時も全然 OK ですし、そのシミシワとかがですね、やっぱ薄くなってくるんですよ。そういうものを、このスプレーの中に、そういう成分が入ってるんで、
あのやっぱまあ、一番大きいのはプラセンタですね。プラセンタのその万能栄養素と言われているものがですね、この細胞レベルまでですね、この修復作用が入るような液体、成分なんで、それがですね、活躍してくれるんですね。はい。で、こんな感じですね、これ5分したとしたらですね、こう外してもらったら、顔がですね、こうやってすごい、結構しっとり、もっちりって感じなんですね。で、こっからですね、もう1回かけてあげるんですね。もう1回かけてあげて、だからこう3周から4周、4プッシュから5プッシュですね、はい、していただくといいかなと。で、これ馴染ませた後に最後、僕はですね、いつもやってるのは、顔をですね、こう内側にこう、この頬骨は、あなたのその一番気になっている部位です。例えば僕は頬骨が中に入れたいなっていうのがあったりとか、この効果が下がっているっていうのがあるので、その2つだけ僕はやるんですけど、こういう感じですね。こう手を組んで、こういう感じで、こうですね。ぐーっと締めてあげる感じ。で、これで、10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。はい、してください。もう一回いきますよ。グッてやって、で、もう少しですね、心持ち上に上げてもいいですけども、やりにくかったら、もうこっちに力入れるだけで結構です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。はい、10秒を2セットやってください。で、次このほうれい線口角が気になるんであれば、僕みたいですね、こっちのですね、こういう感じで上に上げる。こういう感じですね。こういうわけでもいいですね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、あとここですね。頬から上に。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。これやるだけでもですね、効果がこう、自分のね、コンプレックスのところがですね、集中ケアすることによって、顔のケアができます。ぜひですね、これをですね、年始から、せっかくなんで年始から始めてください。で、これもですね、毎日できなかったら、まあ、僕みたいにですね、週1回、週2回とかやってもらって結構ですし、なるべくね、自分のお顔に意識をしてですね、こう、ケアしていくことで、どんどん自分の顔のですね、こう、綺麗になってくるんで、ぜひね、これ意識してやってほしいと思います。で、このスプレーですね、今年、正月から、販売がですね、一本販売っていうことができるようになりました。で、あとはですね、カード払いとか、銀行振り込みとかですね、そういう手続きもできるんで、またよかったらですね、そちらの方を一度動画を見てほしいと思うんですけど、そちらの方の動画を見て、一回ですね、試してみたいなっていう方がですね、おられたらぜひ一回試してみてください。まあ、こんな感じで今日はですね、この動画を終わっていきたいと思うんですけども、あなたもですね、せっかくこの令和2年、ですね。始まったばっかりなんで、いい習慣を一緒に作っていくっていうこともですね、僕もやっていきたいと思いますんで、一緒にですね、老化予防、アンチエイジング対策っていうのをですね、一緒にやっていきましょう。はい。まあ、こんな感じで今日は動画終わっていきたいと思うんですけど、またよかったですね、チャンネル登録。で、また関連動画もですね、こちら出しておきますんで、よかったら関連動画も見てですね、他のセルフケアもやってみてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。今回はですね、ちょっと告知になるんですけども、炭酸生体スプレーのですね、販売の方法をですね、一部変更したいと思います。今まではですね、3本からっていう販売だったんですけども、いろいろご要望があったんで、1本からの販売っていうことでですね、スタートさせていきたいと思います。まあ今から行くとですね、令和2年、元旦から、まあ、いわゆる注文という形にしていこうかなと思ってるんですけども、今までやっぱりですね、一本で試してみたいとかですね、たくさんお声があったんで、一本販売ということでさせてもらおうかなと思っております。で、まあ、2本でもですね、送料かかっちゃうんですけど、まあ、3本からだったら送料無料という形でしていきたいと思います。で、基本ですね、レターパックで行こうかなと思ってるんで、まあ、コスト的にもですね、そちらの方が、あなたのところにですね、届きやすいかなと考えております。で、まだレターパックにする理由はですね、今までですね、現金の着払いだったんですけども、支払いをですね、カード払い、もしくは口座振込みということで、対応させてもらいたいと思います。で、今回ですね、そのカードは、基本ペイパルになると思うんですけども、口座の方はですね、ゆうちょ銀行、私のですね、ゆうちょ銀行の口座にですね、振り込んでいただいたら、もう発送の手配をしていくということで、対応したいと思います。で、あとですね、
ね、1、3、5本かな、1、3、10本かな、なんか忘れましたけども、1本、3本、5本セットとかですね、その対応またあるんですけども、それはですね、まだ申し込みページ欄に細かく書いておきますんで、よかったらですね、今回からですね、1本からの販売ということでさせてもらいますんで、ぜひですね、試してみてください。またですね、この私のですね、YouTube セラピストの動画をですね、たくさん見ていただいてですね、あなたも老化予防、健康の関するアイデアを見て皆さん見てもらって、また今年もですね、若返っていきましょう。ではですね、またよろしくお願いします。またですね、動画でお会いしましょう。さよなら。